原さんが気になったシーンを取り上げる原ひろみセレクション。今回ピックアップするのはこちらです。明治安田生命 J2 リーグ第24節、栃木 SC 対ビファーレン長崎の試合後のシーンです。1対0でアウェーチーム長崎が栃木を下した試合後、両チームの選手が入り乱れて小競り合いとなりました。そして長崎のフレイレがロッカールームへと戻る際に、栃木サポーターがいる観客席に向かってペットボトルを投げつける場面がありました。この行為を受けて主審はフレイレにレッドカードを提示、さらに後日フレイレには4試合の出場停止と罰金20万円の処分が課されました。ただそもそもこうなった要因として、終了間際には長崎の玉田が負傷した際、長崎側がプレーを止めるために自らボールをピッチの外に出したのですが、再開の際には栃木側がそのボールを返さずにリスタートしたことも影響したようです。というわけで今回はこのシーンを取り上げます。さて、まず原さん、このシーンを選んだ理由をちょっと聞かせてください。これ見に行ったんですよ、はい、会場に行っていて、いくつかの点はあるんですけどね、玉田が倒れていた。で、実際玉田は途中から入って、割と最初の方のプレーで怪我をして、で実際本当に痛かったんですよ。で、まあ、ただあの時間に倒れた、それなんで長崎のゴールキーパーが出した。で、そのスローインを当然じゃあ一回ディエンダーに戻しても返すっていうのが大体こうフェアプレーっていう感じじゃないですか。でそれを、まあ、田代がそのまま入れて、攻撃もう時間がなかったんでしちゃって、でそれでその長崎の選手たちは、まあ、怒ってというか、そこからこうすごいファール気味のプレーが続いちゃったんですよね。だからこれをどういうふうに考えるべきだっていうのは難しいというか、答えがないというかね、ちょっとそういう話をちょっとみんなで議論して、結局フレイレがペットボトル投げちゃったのも、やっぱ J リーグであっちゃいけないことじゃないですか。お客さんのとこに投げちゃうっていうのもあってね。ただそれも含めて、これをなんか一回議論してみたいなと思ったんで、皆さんと共に考えたい。平田さん、まあ、こう流れがあって起こったことではありますが、まあ、ボールを例えば返す返さないに関しても、まあ、いろんなことありますけど、どう思いましたか？難しいですよね。ただこれを明文化することじゃないじゃないですか。怪我した時に出して、外に出したら相手に戻しましょうって明文化することではないと思うので、そこは本当にサッカー選手一人一人というか、そのクラブとか、なんならサポーターの人もこうするべきだとか、こうしてほしいとか、そういうところは本当一人一人の考えに、サッカーに対する考えにかかってくるんじゃないかなと僕は思いますけどね。どっちが悪いっていうことを言いづらいっていう感じですか？うん、そうじゃないですか。うん、まあそれまでにもっとそこに至るまでに最善の方法ってたくさんもしかしたらあったのかもしれないですし、なんかいい方法だから、もしかしたらこういうことを繰り返していく中で、なんか最善の方法みたいなのをみんなで見つけていくことを繰り返していくことが大事かなと思いますけど、はい。まあ、結末からこう戻って見ていくと、やっぱりボールを返さなかったことが一番の要因になって、最後わーっと小競り合いになっているように見えるんですけれども、大黒さん、こういうシーンって、はい、まあ、選手目線でどう感じます？はい、僕が思ったのは、これ玉ちゃんが、はい、玉田がね、あからさまにもう倒れてるじゃないですか、仰向けに。だったら審判の方が一回止めて、もう時間もないの分かってると思うんで、もうすぐ単価を入れちゃって、選手を一回出してドロップボールで始めるとかすれば、栃木の選手もしっかり止まってる、時間が止まってるわけなんで、その納得いくと思いますし、こうやってしたらやっぱロスタイムも減らないですし、栃木の選手も頭にくることもなかったと思いますし、その返す返されないのその攻防というか、そのスローインをそこも生まれなかったっていうのも、そういうジャッジもできたんじゃないかなっていうのも思いますし、でもそういうジャッジをしなくて、そのスローインで始まった場合は、やっぱり栃木の選手はやっぱしっかり返して、相手にやっぱりフェアプレーっていうのはやっぱ守らないといけないと僕は思うんで、まあそれしっかり返して、そこで素早くプレッシャーかけて始めるっていう方が、まあ正々堂々として良かったんじゃないかなと僕は思います。なるほど。
これが例えばですよ、大黒さん、ワールドカップの最終予選とか、はい、まあ、大黒選手もたくさん経験されてますけれども、はい、ワールドカップかかった、例えば中東のチームとの対戦とかで、はいはいはい、もう延々と時間稼ぎされたことって今までいっぱいあるじゃないですか。そうですね。でそれが例えば終了間際で1点どうしても取らなきゃいけない状況で、はい、また相手が倒れて、はい、相手がボールを出して、はい、そのボールどうですか、返せます？はい、まあ、僕はだから、まあ、返せると思いますけど、はい、それはやっぱりその前にやっぱ審判の方がその止めて、もう単価を入れちゃえば1人少なくなるじゃないですか、そういうことをしてるチームが。じゃあ安易にやっぱりそういうことできなくなると思うんですよね。なるほど。やっぱ1人減っちゃうんで、はい、それで次なかなか審判の方も切れるまで入れないとか、そういう措置を取れば、なかなかそういう遅延行為をしようとは思わなくなると思うんで。なるほど。はい、まあ、そういうふうに持っていく方が一番いいんじゃないかなと。そういう意見がありますけど、牧野さんどう考えますか？そうですね、まあ、玉田選手が、ね、本当に負傷して倒れていて、で、まあ、長崎のチームがボールを外に出したっていうのであれば、やはり栃木はフェアプレーというね、やはり精神で、スローインを返すべきだったんではないかなっては思いますね。そうなんですよ。だから例えば栃木の選手が返さなかってもレフェリーの人は別にそれを言う筋合いはないですもんね、うん、返しなさいよって言えたりするんですか？いや、それはないですね。そうですよね、うん、僕は玉田選手はね、結構あの後交代したじゃないですか、玉田選手、うんうん、だから本当に痛かったし、フレイレ選手も多分痛い部分もあったと思うんですけど、まあ、例えばそれがちょっと時間稼ぎ的なことでこうちょっと痛がってるみたいなことがあったとしたら、それもスポーツマンシップから見たらちょっと外れてるわけじゃないですか、うんうん、だけどスローインを返さないのもスポーツマンシップから外れてるっていう、どっちもスポーツマンシップっていうところから捉えたらどっちも外れてますよね、原さん、うん、外れてるね、うん、だから難しいんですよね、うん、これ牧野さん、もう明らかに時間稼ぎで何度も何度も倒れてる選手がいても、はい、レフリーから、うん、いや君本当は痛くないでしょうとは言えないわけですよね。いやちょっとそれを言っちゃったらまずいじゃないですかねそうですよね、はい、最初に審判の方が、ね、判断で試合を止めちゃうっていうのはやっぱありかもしれないですね、うん、止めちゃえば栃木の選手も一旦冷静になれるじゃないですか、そこで、はい、一人少なくなるっていう、そうですね、はい、やっぱり時計も止まってるって確実に思えるじゃないですか、そうすると、うん、はい、単価も入ってってなれば、うん、それ逆にロスタイムが伸びると思うと思うんで、うん、だからしっかり返してまた始めれるっていう、そういう展開にもなると思うんで、そこはまあ審判の方がコントロールされてやられるのも一つじゃないかなと思いますけど、だからそういうふうにしたのに今度なんか単価で外に運ばれたらすぐ返したらさ、ビラーって入ってきたりしてると、はい、それはそれでその選手も恥ずかしいんでね、そうそう、それは海外とかだったら本当にずっとなんだそれっていう風に、うん、バッシングされちゃったりブーイングされちゃったりって、はい、多分その方が分かりやすいかもね、そうそういう風にした方が、はい、一回出しちゃえばいいですよね。それで審判もで見えなかったふりしてしばらく入れないっていう作戦で、ボールサイドだから入れないとか言って、はい、しばらくそのぐらいやっちゃった方が、はい、もうそういうふうにやたらに倒れてないかもしれないよね。そうですね。そうすると多分その演技してた選手が味方の選手から怒られるっていうシチュエーションが何やってんだって生まれると思う。その方がいいかもしれないね。だからちょっとそれは審判の人たちとも考えて、本当に倒れたらもうすぐ担架入れてもらって出て、そうですね、もう痛いんだからしばらく治療してからって、そうそうそう、すぐ入れないっていう作戦もいいかもしれない ね、本当に演技でね痛がってるような感じであればもう聞く必要もないかなと思うんですよ、うんうん、ね、うん、に痛いですかとかそんな聞く必要はなく、もう単価を入れて出して、はい、さっき大黒さんがね言ってましたけど、はい、もうなかなか入れないという、はい、単価じゃないそんなこともね、救急車ですか、はいそれリーグとしてやった方がいいかもね。いやそうですね、 J リーグとしてもうそれだけ倒れたらもう単価出します、それで、うん、もうそれで外に出てもらうっていうのを徹底した方がビリーかもわかんないですね。それだけ倒れてる人にはもう単価入れて一回外に出てもらう、だからそうじゃない人はもうできるだけ早く立ってプレーしてもらうっていう
倒れないでっていう、その方がいいかもね、分かりやすいね。結構それ、そうすると痛がってるのが結構リスクになりますもんね、そうだよね、失点のリスクになると思うんで、あれ、なんか今日いい回だね、もうそれ決まったわ、はい、来シーズンからそれでいきます、その方が、でもそれみんなそうやって納得してくれると分かりやすいし、はい、リーグとしてもその判断をそうするっていうと、理解もしてもらいやすいよねっていうふうに思うんで、はい、それは変えられることだからね、変えていきましょう。はい、はい、うん、最後に今週はナイスジャッジをご紹介しましょう。川崎フロンターレ対ベガルタ仙台の41分のシーンです。川崎の三笘のスルーパスに抜け出した小林優がゴールを決めます。リプレイで見ますと小林優はオフサイドラインギリギリで抜け出していて、副審もよく見極めたナイスジャッジだったことがわかります。オフサイドギリギリでの裏への抜け出し、まあ、いわゆるラインブレイクなんて言ったりしますけれども、こういうプレーは大黒さん一番得意とされてたと思いますけれども、これはまあやっぱディフェンスの最初に見てた選手がやっぱラインを止めるんじゃなくて、やっぱボール持ってる三笘選手が出せる体勢なんで、これはやっぱしっかりついていかないといけないと思いますし、最後シュートブロックいってる選手はやっぱ見えてないんで、あそこはやっぱ最初についてる選手がやっぱしっかりついていかないといけないですし、まあ、小林選手がやっぱりあえて抜け出すのはうまいっていうのもあるんですけど、やっぱフロンターレっていうのはやっぱうまいパスを出せる選手が3人か4人ぐらいいるので、やっぱディフェンスとしてもやっぱり全員のタイミングでディフェンスするっていうのはすごく難しいんですよね、あれディフェンスからしたら、まあ、フォワードからしたらやっぱりすごくやりやすくて、まあ、どっからでもパス出てくるというか、タイミングさえ合わせばいいだけの話なんで、うん、難しくないんですけど、やっぱりあれはやっぱフロンターレならではというか、まあ、ディフェンダーの人はやっぱりしっかりついていかないとダメですね、あれは。これ小林優選手の動きのうまさはどんなところですか？まあ、あれはそんな難しくないですよね、ちょっと戻ってっていうか、うん、オフサイドにならないように裏取ったっていう感じなんですけど、まあ、三笘選手のパスの強さもちょうど良かったですし、まあ、ワンタッチで、あれ強すぎるとシュートに行けなかったと思うんですけど、まあ、強さもちょうど良かったですし、まあ、それがやっぱりゴールにつながったというか、はい、まあ、僕でもまああえてやっぱどこにボールが行くって分かってるとやっぱやりやすいというか、次のプレーっていうのを考えやすいんで、うん、フォワードは、はい、これセンターバック2人いて、島尾マテ選手の方が最初マーカーだったじゃないですか、はい、そうですね、そこからタピア、アピアタイヤ選手の方に移動して裏取ってるじゃないですか、あれもテクニックの一つですか？そうですね、でもあれはテクニックの一つなんですけど、そのやっぱりボールの出てこないタイミングでチェックの動きを入れつつ背後を狙うっていう、でも最初手前の選手が見てるじゃないですか、でも選手は多分ちょっとオフサイド取りに行ったというか、そういうところあると思うんで、でもあれはやっぱり、はい、後ろ側に最初がついてた選手がやっぱついていかないといけないというか、なんかナイスジャッジ紹介しようと思ってたんですけど、技術解説が面白くて、はい、平田さん聞き入っちゃいましたね面白いですね、いや大黒さんならではっていうか、あれはそれほど難しいプレーじゃないみたいなところも大黒さんらしいなっていうかね、そうですね、まあ、すごいな、フロンターレはそんな難しくないですよね、多分そのパスどこでも出てくると思うんで、うん、でも原さんこれ福祉は難しいですよね。難しいね、これは。でもそれこそ上げたくなっちゃう感じで、ね、精神の方は本当に素晴らしいジャッジされてすごいねこれね、はい、正直でももう最近はやっぱ VR が他の国だったらあるじゃないですか、でもそういうので見ないとやっぱりなかなか難しい部分は正直あるんやろうなと思いますね、うん、靴、うん、ね、半靴分とかなんかあるじゃないですか、それぐらいジャッジになってきてると思うんで、はい、うん、まあ、VAR がなかった時代に、はい、牧野さんは現役で、はい、大黒選手の抜け出しを見なきゃいけない立場だったと思うんですけれども、はい、結構大黒選手にはこういい意味で手を焼いたんじゃないですか。非常に嫌なフォワードでしたね最初にオフサイドポジションに必ずいるんです。でそこからパスが出るときに戻って、でそこからまた裏を取ってね、得点するような感じがあったので、
もう早くね、戻ってくれよっていう感じで。槙野さん、やっぱさすがっすね。それを分かってくれてる人って、やっぱ指導者とか、それ分かってない人もいるんですよね。わざと僕がそうしてるっていうのを。はい。はい、わざとなんですよね、そういうの。わざと考えてやってますし。はい。そういうポジションで言うと、勝手にディフェンスラインが下がってきて、オーサーじゃなかったりとか、はい、そういうこともすごい起こるんですよね。だから選手の方すごい見にくいと思うんですよね。フラ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 してるんで、はい、でも審判の方もね、こうやって間違ったジャッジすることあるじゃないですか。その、はい、オフサイドでゴールを取り消しちゃったりとか、でもそういう方でもね、後々なんか次のシーンあった時に、この前オフサイドじゃなかったのにはごめんねとか言ってくれる人もいて、審判の方も、はい、そういう風に言っていただけるとやっぱり僕も嬉しかったというか、はい、いえいえ大丈夫です、次お願いしますみたいな感じで話できたというか。なんかいっぱいいい話が聞けちゃいましたけど、うん、やっぱり原さん、うん、大黒さん、結果出すプレイヤーですね。まあそうだね、だっていつの間にか点取られてたもんな。これっていないと思ったら出てきたら点取られてるみたいな、そういう感じだからね。まあでも VR あったらもっと点取ったのにな。そうですね、ちょっともうちょい増えてましたね。そこはほんまにそうです。まだこれからありますからね。そうだよ、まだまだ点入れてよ、はい、まだ全然入れますね、はい、どこ行っても、はい、期待してます、はい、いければ。このコンテンツでは毎回視聴者の皆さんから取り上げてほしいシーンをツイッターで募集しております。ハッシュタグ J リーグジャッジリプレイで取り上げてとつけまして、ぜひ投稿してください。番組は毎週火曜日の朝配信予定です。ぜひお楽しみください。というわけで今回はスペシャルゲストに大黒摩季選手、まあ、特別に来ていただきましたけど、大黒さんいかがでしたか？いや、すごく楽しかったですし、いろんなその細かい部分も皆さんの意見をいろいろ聞けて、やっぱイエローっていうのが正しいのか、そのレッドっていうのとか、いろんな人の判断を聞かさせてもらえたんで、すごく勉強になりました。ありがとうございました。とんでもないです、はい、もちろんいろんな場での活躍見たいんですけど、平田さん、やっぱり大黒さんのゴールもっともっとまた見たいですよね。いや、僕は勝手に見れると思ってますけどね。そうだね、ちゃんと練習してるめちゃくちゃしてる声かかって、はい、あ、そうか、おう、はい、オッケーオッケー、わかりました。また暇だったらこの番組に出てください、はい、暇なんで。よろしくお願いします。フットワーク軽そうですからね。はい、ぜひまたお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、はい、というわけで皆さん、今回もどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。